今日近っぱやけど生きる。どん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 前髪が短くなってってると思うんですけど、行けますか。おはようございます。おはようです。そうですね、最近の悩みです。そう、ほんまにお前まであと少しやばいよな、もう悲しい、泣きたい。悲しいですね、すごい、ほんまにやばい。短いね。短いねとかそんな余裕ではないです。おはようございます。言うのより長くなって言うのに着替えて、ほんまですか。もうめっちゃ日に日に短くなっていってる気がする。押さえとく。ああ泣いちゃう。おはよう。天気はいいのやって。え、天気はね、でもアミンさっき見た時は晴れてました。なんかね、教えてくれた方がいたんですけど、さっきあの上目のお返事を見てて、夜の9時とかから雨予報らしいから、まあかぶらへんかったらいいなって。だから予報やからさ、ということで波もあの前髪を、前髪じゃないや、雨が降らない対策をしようと思って、ジュッジジーン、さっきてるてる坊主をね簡単に作ったんですよ。かわいいよな。ということでちょっとだけ見たいと思います。はい、履きますね。今は晴れてるんですよ。そう、あ、今ウェザーニュース見たら1時から9時まで1ミリの雨降りした。ちょっとだけバラバラとでーん、1,2,3,4,5,6 人おるな。ちょっと切ろっか、5人に。どうしよう、どうしようかな。ほんじゃとりあえず書きます。でもなんかちょっと飾り付けをしようと思うんですけど、あんま書けないやん。書けないやん。なのでちょっとだけです、ほんまに。じゃあまずは誰から書こうかな、誰から書きましょうか。おはようございます。おはようです。もうすぐ家出て感情に向かいます。今日は熱中症にならないようにしてください。そうやな、あきら先生が雨男らしい。そう。おはようございます。キャメロンがいっぱいやって、そうです、てるてる坊主ですよ、これ。どうしよう。あ、じゃあ名前とか入れたらいいんかな。じゃあ名前を入れましょう。どうしよう、誰からやろな、やっぱ誰から書こうか。ホノピーとか。なんかそういうのはホノピーから書きがちですね。あと、あの下になんか引いておきます、紙を。 OK、 じゃあホノピーから。ホノピーは赤とピンクやけ、ペンライトから。ホノピー推しの方教えてください。合ってるやんな、合ってるけど、今回はあんまりね書けなさそうなあれなので、装飾はまあ色とかつけるだけかなって感じですね。そう、目ん玉とか口があるから、うん、そうなんですよ。ピンクと赤やっけ、多分そうねん。レイポンがなんかピンクと赤に、もともとピンクと赤にしようってなったけど、じゃんけんかな、ピンクになったんですよ、レイポンが。あれ合ってるですか、違ってたら教えてください。うん、どういう感じで書こう。ちょっと待って。
オッケー、かけたプロデューサーみたいやけど、ほのぴ感じですね。やってますよ、ありがとうございます。赤とピンクを使います。あ、待って、これピンクないやん。ピンクないです、これ。あの、クレヨンで描きますね。やばいな。え、やばい、アミタンが出る南原公園の前、前日に台風が来そうだから停電、あ、電車が動かなくて公園行けなくなりそうで、これ、え、やばいやん、やばいやばい。電車が止まったらやっけ、公園がなくなりますよね、確か。何やったっけ、基準があるかないかは知らんけど、なんかね、あるらしいですね。だから一回世代交代も台風かな、なくなったことがあるんですよ。どういう基準だっけな、忘れちゃったけど。まじあれも書かれて、そんな書くスペースないで、うちうち、あ、でもうちうちまたやねんぐらいなら書けるかもしれんけど、どうなんやろ。ほのびの前髪を書いてっていうコメントが来ているので書きますね。あとはね、何か書けるやろ。ピンクがないんですよ、ちょっと問題よ、これは。ちょっと待って、ピンク前髪書いてやったす。じゃん、前髪です。ほのぴー完成。でもピンクが欲しいから、ちょっとピンクはちょっと取ってきますね。雨もかかれへん、そうなると。ほのぴーの次は誰書こうかな。特に順番は決めてないです、適当です。猫かこえた、あやみちゃん。でも猫かかれへんくない、猫耳とか生やされへんから、ちょっと難しいな。あやみちゃん、やっぱ次花火の横。OK、 あやみちゃんは、あ、白か。白だったらどうしよう、黒で囲いましょう。これはペンライトカラーで一応囲ってるつもりです。ちょっと可愛くないから色つけます。でもあやみ、はい、あやみちゃんはね、そんな前髪特徴的なのはないので、まあ、ほっぺたとか描きますね。よし。ちょっと寂しいな、やっぱ猫つけといた方がいいですか、あやみちゃん。かぎたにゃんこにゃんこ、じゃあ猫です。じゃあ次に、これですね、誰かこう、レオちゃんとか書こうかな。はい、レオちゃんはなんかめっちっちゃいんかさ、前髪が短いんかわからん、どっちもやな。あの、レオちゃんはピンクと青だっけな、ピンクと青ですよね、多分。はい、ピンクがないねん。ちょっと取ってきます、ちょっと待っててください。スタート。いいから、レイオちゃんもピンクですけど、あら、よし、そうですね、そう考えるとピンク系人気は確かに、ピンクはめっちゃ多い。ピン
ク多いよな。球技ピンク結構多い気がする。まずあとピンク、レオちゃんといえば何ですか。何やろ、猫ではないよな猫ではないよな。なんだそう、何やろ、何ですか、何だと思いますか皆さん。あ、芋か。そうですね、お芋か。あ、待って、もうそしたらまた紫がない。ユニバーかな。あ、なるほど、地球儀描きますか。地球儀どうしよう、何描きますかそうな、 NMB 全体でもピンクが多いですよね。アイビーさん、アイビーさん顔描きますか。けどこれはちょっとミスったらね、やばいから。じゃあ地球描きます地球ね。レオちゃんといえばユマちゃんやって。あらあら、地球は青色と緑色ですよね、そんな感じがする。あ、待って、緑が、緑がさあ反映しない。青で描くとやばい、ただのさ、なんか地球首みたいになっちゃったけど、まあいいか。こんな感じですね。やっぱね、真ん中はちょっと網が取らせていただきますね。よし、えへ、じゃーん、アミタンです。アミはピンクで囲いました。ピンクと白なので、アミはパンダだよな。ちょっとこれは自分の希望に聞きます。パンダはここに書きます。あゆみちゃんの猫と同じ位置です。開けました。ちゃちゃがちゃー、アミです。といい感じですね。隣は誰にしようかな。レイニャとか、セイキちゃん、おはよう。そうね、ユニバーみんな好きやけど少しだけど色の違いがあって、マジで良かったです。それはありがとうございます。レオちゃんもこれやな。ちょっとだけな、なんかなんか緑が反映されへん。青緑って書いたけど、なんか色がな混ざっちゃった。ただ地球には見えへんよな、地球儀。レーニャは赤とオレンジやっけな。そうですね、赤とオレンジなので、オレンジで囲います、枠を。レーニャ、レーニャはね、まばら昨日も暑そうでしたね、ほんまにめっちゃ暑そうやった。バラってどうやって描こうか。赤と緑ですよね、これで赤色、赤色バラってむずいよな。よいしょ、でこうして書いて、わかりますか、バラレイニャ、バラに見えるよな。でもいい感じじゃないですか。ただね、あとはレイニャもほっぺを描いてあげますね。そして
まあ、レンやバラ描いてまで OK ですね、これで。赤も取り入れて出るし、バラで。で、一旦ここで切ろうかな、5人かけてまで。はい、そしたら次は、何あるかな、これは。これです。ちょっと見てください。なるほど。グレーやけど、ちょっとごめんなさい。こっちでいきます。1、2、3、4、5、6。オッケー。そしたら、やりましょう。レーンにやって、さゆきちゃんとか書こうかな。さゆきちゃん。裏面は白なので白で描きます。やっぱりさゆきちゃんはペンライトカラー、緑と赤ですね。そう、クリスマスカラーになっちゃったらしいです。でもそんなん考えてなかったらしくて、普通に好きな色かなをやったらなっちゃったって言ってました。今気づいたって言ってた。ごめんなさい、間違えた。戻ってきたから。あ、そうですね、今日はなぎさんのお祝いですね。お祝いじゃ、誕生日。そう、今ツイッターの確認を出してるので待っててください。え、どうしよう、さゆきちゃんといえばなんなんやろう。さゆきちゃんは、あ、そうだな、大きい声とかやな。あ、歌とかマイクとか入っておきますかね。それぐらいかな。よくみんなの色覚えてさすがやなんて、ありがとうございます。元気やな。そうやな、でも元気とかってどうやって表したらいいですか。今こんな感じです。そう、じゃあどうしよう、マイクマイクはやばい。変、なんかやっぱ唇の色がないですね。あみは、アイデアの眉毛見てしまう。そう、前髪が短すぎてね。あどうしよう、どうしようか。じゃあやっぱマイクを持たせたいと思います。歌のイメージが強いということで。え、マイクとかかけるかな。なんかかかんもんな、マイク、イラストで。あ、これ芯が出へん芯出へんやつ置いとかんといてっていう感じですよね。あ、これはね、芯が出るけど嫌なんですよ、みたいなシャーペン。あ、これにします。え、見えてた、もしかして。あ、大丈夫、大丈夫ですね。中がちょっとあれなんで。マイクですね。あ、そうですね、マイクって絵で描くのは難しいですよね。できたじゃあちょっと描きますね。かけましたよ。まあマイクに見えるってですね、これは。じゃじゃじゃーん、見えるよな、かわちいですね。そしてちょっとだけ OK。 そしたらその次にデンちゃんの全身小麦色でやって、やばいどうしよう。そしたら次ですね、次はリオピとか書こうかな。リオピ、リオピ、はい。リオピ、リオピは水色と白です。あ、そうや、皆さんカメコのお写真いっぱいありがとうございました。もともと9期は今回ちょっと出番がね1公演しかなかったっていうので、
あの出番がちょっと少なかったので、あのあれだと思うんですけど、カメコヤシンほんまにありがとうございます。めっちゃ見ました。まだ名上げてないって方はほんまに待ってるので、いつでも待ってるので、ぜひ投稿してください。お願いします。全部保存します。ありがとうございます。ほんまにめっちゃ可愛いんですよね。ありがとうございます。すごいですよね、カメコさんって。こう踊ってるのはこうやってね、よくすごいピントとか合わせて写真撮れるってすごいですよね。リオピは何やろうな、富士山ね、どうしよう、どうするですか。富士山かやっぱり。あ、ハンバーグね、確かに爽やかだっけな。そうだな、でもやっぱ富士山かな、わかりやすいですよね。よし、取ってきたできたできた。反応してちゃちゃちゃーん、曜日です。ちょっと水色ばっかりなっちゃったので、まあ、ハートとかでピンク入れちゃったりします。こんな感じ。あ、いい感じか。じゃーん富士山と爽やか、しずく君の毎日深夜の笑いって。確かにそうね、リオピは面白いです。じゃあ次、次はじゃあね、ゆきのも書きましょう。ゆきのん、ゆきのん、ゆきのんは今日は出演しないけど、また一緒にフェスとか出れるといいですね。ゆきのん、緑、緑だっけ、緑一色だっけ。そんな気も、あ、何だっけ、緑だけやっけ、緑だけかな多分あ、ゆきのんは何ですかね。ゆきのんはなんで、何だと思いますか。緑一色やんな、やっぱり。ありがとうございます。皆さんもはずがですよね、覚えて。え、あ、雪だるまか。あ、妖精、雪だるま、きゅうりの緑ですね。あ、そうそうそう、言ってた。じゃあって雪だるまにしちゃいます。じゃあそうね、妖精もいいかもしれない。でも書くのが難しいので、教えてくれてありがとう皆さん。雪だるまは書くの上手い気がすんねんけど、そんなのあんまり自分で言わん方がいいけど。クレヨンとか使うのめっちゃ久々ですね。あ、エビもか。確かにエビも書いた方がよかった。エビってどうやって書くの。あら、間違えた。かけた。雪だるま手袋ですね。はい、これと、あとエビも描いた。ここ。です。これな感じ。これな感じ。え、めっちゃいい雪だるま。あとは1234、西山ちゃんと美空ちゃんで、待て、12345678910、 OK。 じゃあ西山ちゃんと美空ちゃん書いていきます。はい、西山ちゃんから書きましょう。西山ちゃんは、あ、美空ちゃんも一緒に書くわ。西山ちゃんはね、あれ、お前が12345678910、11人。西山ちゃんはね、赤と黄色やすね。赤と黄色、ちょっと待って、赤と黄色、黄色で分けとった方がいい。
黄色見えんですね。あとはてんちゃんは紫ですね。あ、すごい、めっちゃ英語。待って、みそらちゃんはまず、あ、紫がないんや、取っていきましょうね。紫、みそらちゃん紫やもんな。てんちゃんも青と紫かな。とりあえず青を描きましょう。そしてなんだっけ、西山ちゃんはラーメン、やっぱりミッキーよりもラーメンかそうですよね、きっと。じゃあ、あ、あらあら、ラーメン描きましょう。つけた。かけましたよ、ラーメン。じゃあこの3人は一気に見せたいと思いますあとみそらちゃんは猫ですかね。にゃんこなイメージもあるけど、抹茶、抹茶か猫かどっちだ。西山ちゃんこれです。トゥーン、確かに食べてるところでもよかったな。それでてんちゃんはサーフボードサーフボードですか。てんちゃんなんやろ、てんちゃんってなんなんだろう。サーフィン怒られるか、怒られちゃうね。じゃあで紫取ってきてもいいですか、一旦。ちょっと待って、戻ってきました。ちょっと紫戻っていきたいので、一旦みそらちゃんを描きます。どうしよう、みそらちゃん、うん、みそらちゃん、あ、おかえりんごでただいまモスみそらちゃんは猫がいいけど、あゆみちゃんに猫描いちゃったから、どうしようてんちゃんってサーフィンしたことないらしいですね。ないって、あとね、泳ぐのも苦手みたいですね、サーファーのにあ、みそらは音符、確かに確かにね、音符でもいいかも。みそらしどって言ってるしな。音符書きますか、どうしよう、悩んじゃうですね。あ、確かに昨日誕生日やからケーキだとか、誕生日ケーキとか、確かに、悩むな。ケーキ、ケーキと音符、空、空でかいな結構どうしよう、音符やな、やっぱ。じゃあ参考にしますね、皆さん。ケーキもあとはいい、ちょっとだけ。でも何ケーキが好きやろうな、分からん。じゃあ音符を書きたいと思います。そうですね、音符にしますね。あ、会場晴れてきたよって、よかったです。このままね、天気が持てばいいけど、天気が変わらないことを願いましょうじゃーん、みそらちゃん、こんな感じですね。うんうん。じゃあてんちゃんも描きます。てんちゃんは青と紫ですね。てんちゃんは何にしようか、ほんまに。え、じゃあちょっと皆さんどっちがいいか言ってくださいね。サーファーかあ、ほくろな、ほくろ描いた方がいいか。目の下やんな、デンちゃんの袋といえば。2個あるんけど、口がどっちか分からへん。こっちがこっちか。目は多分こっちなんですよ。分からへん、多分な。そんな感じやったと思うけど。確かに、今はゴルファーやもんな。でもサーバーのイメージが強いからな。どうしよう。どうしよう。え、てんちゃん、てんちゃん推しの方いますか
どっちだっけ、目と口のほくろ。涙もろいから涙だ、確かに。目に単体側の口の下にほくろと、あ、でもこことここかな、逆。でもね、多分こっちやと思う。目が左、あ、やっぱりじゃあ合ってるわ。ありがとうございます。じゃあ目と、なんかでもさ、ちょっとさ、書き方やと思うけど、なんかあんまりですかね。まあいいか、黒やもんな。オッケー、こんな感じです。はーい、オッケー。それで、あとは黒は描いたけど、さあ、あれいいか、サーファー、網の中のサーファーを描いてみます。乗れた、できた、できた。ちょっと、ドッドカドーン。どうですか。え、逆転じゃん。嘘、マジで逆ですか。ちょっとじゃあこれ消すか。ちょっとてんちゃんちぎってこっちに書こうかな。ほくろ逆か、くそー。じゃあてんちゃん、ちょっと一旦こっちのあのチームから脱退していただいて、こっちのチームに移ってもらいます。あ、反転してるからかもやって。確かに、でも左手、左にここやんな。左に書いてるんでしょうね、これ目ん玉のほくろ。確かに逆やからかな。逆に書かないとあかんのか。なるほどね。じゃあ書きます。てんな、で、書けた。まあ、ババババと書いちゃいましょう、こういうのは。青色、青色。これで合ってますか。合ってる？うん。確かに、そもそも黒書いてるから、どちらでもいいのでは。それ右目ではやってちゃうね。やっぱ反転してるんかな。左手こっちやんな。アミの利き手って右手やんな。あれ、アミの利き手ってこっち、ええ、アミの利き手ってさ、右手、左手なんですか。え、ちょっと待ってください。あ、なんで、ちょっと待って、どういうこと？どういうこと？なんでなんでなんで？え？え？なんでやろう？え？え？どういうこと？わからへん。え？どういうこと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 やな、これ。どういうこと？え、どういうこと？え？どういうこと、どういうこと。書くときに、書くとき対面してるから右が左になる。書くときに対面してるから、あ、そういうこと、こう向いてるから。あ、なるほど。え、ほんまや、ほんまや、なるほどね。アミから見たら左手やけど、雪だるまから、雪だるまじゃ、てるてる坊主から見たら、こうやって上向いて目ん玉に書かれたから、右目に書かれてるってことか。はあ、なるほど、難しい。めっちゃむずいやん。じゃあこれちぎります。てんちゃん、さようなら。ちぎって、まあビシビシになったら嫌だから、ハサミを使います。なるほどね、難しいね、世界って。書けた。じゃあさようなら、てんちゃん。最悪。でもこっちにてんちゃん、また
新しい電池が加入したから、これなら合ってるんか。なるほどね、難しいね。うん、多分空間認識が苦手なんかもしれないですね。わかりました、意味がわかった。むずいな、めっちゃむずいですね。え、めっちゃむずいよな、すごい、世界ってすごいわ。はい、できた。じゃあ紹介していきます。まずはほのぴーほのぴーはほのぴーですね。前髪が特徴的。続いてあやみちゃん、あやみちゃんはにゃんこです。ここを全員ペンライトにしてるから、あやみちゃん白なので黒になっちゃいました。そしてちょっちゅーん、レオちゃん、あのこれはユニバの地球儀ですね、ちょっと一応。はい、そしてアミタン、アミはセンターにいます。ほら、アミとレオちゃんがセンターです。パンダです、カチで、次はバッチ、あ、待って、レーニャがなんかめっちゃ寂しい。レーニャなんかね、上、口元が結構ごちゃついてるけど、ハートとか書いておきます。レイちゃん可愛いので、お餅とか書けばよかった。はい、レイちゃんです。で、これテンちゃんです。お風呂とサーファーですね。で、さゆきちゃんがマイクですね。はい、それで、リオピが富士山で、ゆきのんが雪だるまで、こっちのはセンターはゆきのんがいます。あとエビも描きました。で、これが西馬ちゃんがラーメンで、みさちゃんが音符です。あ、いいですね、これで晴れましたよ、きっと。今日はかわいい、めっちゃかわいいですね。え、かわちいやけど、ちょーん、ちょっと持って写真撮るのは難しいです。はい、ちょっとごめんなさい、この2人チーズありがとうございますオッケーオッケー、そうね、もう出たね、フラさんどこ。めっちゃいいやん、この手で、なんかわいいよな、いい感じです、いい感じに出来上がりました。これでもう大丈夫だろうな、オッケーオッケー、あとで飾ってきます。ありがとうございました。ということで、以上てるてる配信でした。はい、じゃあそろそろ終わりたいと思います。何やってる、あの、チカパの練習もしていきます、ちゃんと最終確認。はい、じゃあ1位のかんつきさんを呼びたいと思います。何書きますか。そうですね、これで貼れること間違いなしや。うん、確かに雪だるまじゃないですよ、これは可愛さと優しさが詰まっているって。確かに、あの、この雪なんのね、雪だるまが一番いい感じに描けたと思ってます。めっちゃ可愛い、いいですね、いい感じです。 OK 今の時間は本当に天気いいから、今後も晴れてほしいな、ほんまにな、晴れてくれないと困っちゃいますあ、みたいな、おはようございます、おはよう、わわわ、おるかな、かんつきさんね。あ、あきら先生書けばよかったな、確かに来てくれると思うので、今日も言っちゃっていいか。そうですね、そう、オッケーてるてる坊ちゃんと持ってて現場に行かないでくださいね、やばい、そうやな、おはようございます。え、大阪は夕方からホーム売り、そうやって、ダメですよ、今作ったばっかり、そんなこと言っちゃダメですそうなったらほんまにダメです、雨降っちゃうから。はい、
あ、これを書いてほしいってことですかね、かんつきさん。え、合ってるんですか、これ合ってますか、書いてみる。神でもね、最近こういうタイプの絵文字をよくモバメで使ってますね。そうです、ハマってるわけではなく、あの結構ハマってる黄色い顔のあれ結構使いやすい。なんかね、表情っていうか気持ちがすごい、あーあーなるほどねってなる。伝わったかな、ちょっと分からんけど、これ書きます。これは多分ハートが上にいるからハートから書くのがいいです。OK、 書いていきましょう。え、やばい、怖い、ちょっと待って、もう一回書き直すね。やばいわこれは、ちょっとね怖い、うんね。ちょっと待って、それでここからですね、ここからここにもこうですね、そしてこことここにも、こうですね。ちょっと待ってください。ちょっと絵文字をアレンジさせていただきました。じゃあ、チッチクディーン、書けたです。アミバージョンです。ハートに見えるかって言われたらちょっと見えなくなっちゃうかもだけど、どうですか、かわちいですか、いい感じですかね。感じですね、こんな感じですね。はいはい、チーズ、ありがとうございます。可愛いだって嬉しいですね。まあまあ結構いい感じに描けたと思います。じゃあな、読みますね、壇上を。ちょっと壇上を読みましょう。 OK、 読みましょう。はい、13位ゴルさん、ありがとうございます。12FFF さん、ありがとうございます。11位トラオ、ありがとうございます。10位リサちゃん、ありがとうございます。9位オウミさん、ありがとうございます。8位カニさん、ありがとうございます。7位てっちゃん、ありがとうございます。6位コスモライトさん、ありがとうございます。5位モンテさん、ありがとうございます。4位まさやかさん、ありがとうございます。3位木高浩二さん、ありがとうございます。2位まきまきちゃん、ありがとうございます。そして1位はブン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 、じゃじゃじゃん、かんつきさんでした。ありがとうございました。はい、じゃあ今日はてるてるを作りました。こんな感じ、もう一回ゆっくり見せていきます。ズンズク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 、皆さん自分の推しのところで写真タイムをしてください。ズンズク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 、はい、オッケーかな。ありがとうございます。またね、写真載せたら載せたいと思います。ありがとうございました。じゃあ終わります。また後でお会いしましょう。皆さん、あの雨降るかもやから、雨予防とあと暑さ対策もしてくださいね。じゃあまた入りましょう後で。ありがとうございます。確かにほのびだけ髪の毛がある、あ、いい感じ。ありがとうございました。じゃあまたね、せーの、かんつきさん、イエーイ。ありがとうございます。楽しんでいきます。